皆さん、こんにちは。レック専任講師の岡田です。えー、本日は2017年合格目標技術職今からできる効率的短期合格術こちらのガイダンスを行っていきます。はい、えー、本日はですね、えー、まず視点の方にご来校いただきまして、えー、ありがとうございます。えー、私ですね、えー、レック専任講師の岡田と申します。 本日は今から1時間弱ぐらい時間をいただきまして、技術系公務員のですね短期速習講座こちらのガイダンスを行っていきます。はい、それではですねまずお手元にこちらの冊子があるかを確認してください。でこちらの冊子がもしない場合は 支店のですねスタッフの方にちょっとお手数なんですけどもお申し出ください、はい、本日使用していくパンフレットはですねこちらの理系公務員の短期速習カリキュラムというふうなもののこちらのですねパンフレットを使っていきます。 はい、えー、ではですね、えー、早速なんですけれども、えー、皆さんのいろんなことを学校で、えー、勉強されていると思うんですがこの公務員っていうふうに言ってもですね、まあ、一般的な、まあ、公務員っていうふうに言うと例えばまあ法律作るよとか、えー、いろんな政策作るよとかですねそういうような行政系を思い描きがちなんですけれども理系の皆さんが勉強している内容 こちらを生かした公務員というものもあるんですねでまず見ていただきたいのが2ページから3ページ目のところをご覧ください、はい、まず見ていただきたいのが、えー、皆さんあのどの職種に該当するのかっていうのを見ていただきたいんですね だから例えばまあ土木の方だったらえ土木の科目をで建築の方だったら建築の科目をでそれ以外の方であれば自分が該当する科目の部分をえご覧ください。いまずこちらの科目見ていただいてえ一通り学校で勉強してあるのかどうかっていうところをえ今確認していただきたいんですね。 はい、そうしましたらまず公務員試験というふうなものがどんなふうに進められていくのかとどんな試験を受ければ皆さんが公務員になっていけるのかっていうのをこちらのページを使って、えー、説明していきたいと思いますえっ、ー、と次の四ページ開けてくださいはい、こちらにコースのご案内というふうなところを書いてあるんですけれども まずこの自分が該当する職種を見てくださいでそしてですね、公務員試験のまず大まかな一番大まかな流れを説明いたします、えー、公務員試験なんですけれども一番最初に学科の試験があるんですねで、学科の試験のところがこちら見ていただきたいのがまずは、えー、教養試験っていうふうに呼ばれる部分はいそして試験 あとは専門試験っていうふうに呼ばれる部分がありましてこちらがちょっと職種によって変わってくるんですけれども基本的には能楽の方はですねごめんなさいちょっとないんですけれども能楽の方はあの,工学の基礎って呼ばれる部分が、えー、出ないんですよ。能楽、えー、職以外の方でこちらに載っているよっていうふうな方に関してはまずあの「高額の基礎」っていうふうなものがあってこれが「 物理と数学の基本的な部分ですそれとあとは皆さんが大学で専門的に学んでらっしゃったものありますよね、まあ、土木なら土木建築なら建築さまざ、あ、まな科目が入っていますよはいでこちらが専門科目っていうふうに呼ばれる部分です,、はいでですね、あとは論文ですねこの3つが 最初の試験として課されますじゃあより、えー、細かいところをちょっと見ていきたいんで、えー、ごめんなさいまた戻っていただいてですね二ページ三ページ目のところに戻ってくださいまずは教養試験というふうに呼ばれるものが、えー、どんなふうなものが出ますよというところからお話ししていきますはい、えー、教養試験なんですけれどもこちらは 簡単に言ってしまうと高校および中学学ぐらいで学んだ内容が主な部分として出題されます。でもしですね、えー、SPI っていうふうなものをやったことがある方またあの本屋さんとかで見たことあるよーって方だったら非常に話は早いんですけれどもまず一番最初に教養マスターっていうところで数的処理っていうような科目があります。 はい、えー、こちらのですね、数的処理っていうふうな科目が教養の中で一番出題比率が高いんですね。でどれくらい出るんですかっていうと例えば国家一般職これ受けていくよっていうような方ですと40問中の16問実に4割が数的処理から出題されるんですね。あの県庁とか市役所こういったところを技術職で受けていくよいうで っていうような方ですと、40問中のだいたい13問ぐらい、それでも3割ちょっとが数的処理っていうようなところから出されるんです。はい、あとはですね、これご覧になっていただいている方にも受けていくよって方いらっしゃるかなと思うんですけども、特別区ですね、東京都の中のこの区役所の職員ですね。 こちらの方はもっと出題比率が高くて、えー、今年はですね。18問ぐらいですか？18から19問ぐらい、この数的処理っていうのものが出ました。非常にこの数的処理っていうのものの、出題比率が高いんですね。ですから、まず公務員試験しっかり受けていきたいなと勉強してみたいなっていうような方は、教養科目の中ではまず数的処理を勉強していただきたいんです。で、数的処理って、えー、どんなふうな内容が出題されるんです。か。 といいううふうに言いますとまずあの判断推理っていうふうな部分で例えば論理の問題理系のこれ見ていただいている方は理系の方だと思うんで非常に話が早いと思うんですけどもあのたりのものとかあとはアパートとかマンションみたいな絵が与えられまして例えばさんは A さんは B さんより上の階にいますよとか。 B さんと D さんは同じ階に住んでますよとかこんなふうな条件がいくつか与えられてそれに合致するように全部条件処理をしていっていただいて最終的にじゃあ B さんどこの部屋にいますかこんなのを当てていくっていうふうな問題とかあとはですね数的推理なんていうふうに呼ばれる分野こちらは例えば速さの問題とか確率の問題とか えー、倍数約数、あと比に関する問題、こんなようなものが出るんですね。ではっきり言いまして使う知識自体はそんなに難しいところの知識は使わないです。主に使っていくのが中学生ぐらいまでにやるものですね。で本当に高校の数学で使うものはっていうと、あの展開とか因数分解、あとはルートのちょっと複雑な計算。 それぐらいしか、この数的処理の中では数学的な要素は使わないんです。ですけれども、やってみると意外と難しいんですね。なかなか理系の方であっても、全く無便でいけるかっていうと、そういう方はそんなに多くないです。はい、で、あと理系の方ですと、この数的処理の部分が。結構、皆さん勉強すればしただけ、点数伸びますよって方が多いんですね。 だから理系の方でしたら数的処理これをまず得点源にしていただきたいというところです。はい、で次に出題数が多いのがこちらの文章理解っていうふうな科目ですね。文章理解っていうふうな科目はこちらは現代文法的な問題が聞かれることは、うん、ほぼないですあまりないですね。 であの今現在、えー、学生ですよっていうような方でしたら理系の方だと多分これ見ていただいている方は今、えー、主に3年生の方が学生の方だったら多いんじゃないかなと思うんですけども理系の方だとやっぱり論文読む機ですからそういうふうな方だったらこの英語の方の対策っていうふうなものはあまりやらないでもできるかなと。 ですけども、これ見てくださっている中で今社会人を数年経験していて残念ながらあんまり英語を使わない環境にいますよとそういう方だと私もそうなんですけどもあの学校終わっっっててててからら全くく英英語語ややいいななので、でとどんどんんん落ちていくんですよね。だから社会人を何年間か、ね、されてますよというような方はもしちょっと英語の語彙力とかに不安があるんだったらその部分はやっていただきたいかなと。 もう一回単語帳を見ていただいたりとかある程度まとまった量の英文を読んでいただくこういったことが必要になります、はい。あと社会科学っていうところですね次にこれが、まあ、地方公務員系だと結構出題されるんですけども社会科学ってどんな内容ですかっていうふうに言いますとまずは法律的な内容として憲法ですね憲法が1問から2問ぐらい。 あとは経済学ミクロ経済とマクロ経済の初歩的な部分が1問から2問ぐらいあとは政治分野の問題とか時事問題なんかが社会科学の一部として出題されますだから理系の方だったらこの社会科学ここは結構しっかりやっていただきたいんですよ。って方がそんなにいらっしゃらないです。 でここまでの3科目が非常に出題数が多いんですね。大体これで7割ぐらいの出題数があります。はい、で次に教養セレクトってところを見ていただきたいんですけどこちらは1問あたりはそんなに数は出題されないんですけれども公務員試験としてはもちろん出題されますよというふうなものです。で理系の方でしたら。 こちらの理系科目ありますよね。生物、科学、地学、物理、数学、ここのところでしっかり得点を取っていただきたいです。はい。ただ、えー、県庁を受けていく場合ですと、この日本史と世界史と地理、こちらが結構な数出題されるんですね。 で国家とかの場合だと日本史世界史地理って1問ぐらいずつしか出題されないんで、まあんまり捨てるのは良くないんですけども理系の方だと結構手をつけないまま行っちゃうって方も一定数いらっしゃるんですね。ただ県庁の場合は出題数多いですあと市役所なんかでででも多いですですから県庁とか市役所考えたら捨てない方がいいかなとこういうとこです。でこちらのレベルなんですけども大体センター試験をイメージしてください。 センター試験ととと同じかかちょっと優しいかなと、まあ、問題によってはちょっとむずあんま難しいとてものはないと思うんですけどもセンター試験よりちょっと優しいかなっていうふうなぐらいがイメージしていただき,いた,だきたいところですね。はい、こちらが教養科目という,ふうなところですで理系の方だとあんまりこの教養のところでつまずくよって方はいないんですね。 で次次、きます次。専門科目のところ行きます。で専門科目のところで,ですね最初にあの科目見てくださいっていうふうに申し上げたんですがこの科目を見ていただいた中で、えー、特にやってないものはないよと一通り学校で講義を受けたことあるっていうふうな方でしたら是非この「速習講座」っていうようなものがおすすめできるんですね。一回学校でやってれば、 理系の場合ってどうしてもその演習の授業とかそういうのがあったりとかあと比較的テストでも、えー、レポート出すっていうふうなだけでは単位がもらえなくて結構そのななんとか学ってていいうふうふもののに対してのテストががっつりある場合が多いですよねだから理系の方の場合だと科目が一通り勉強されているってことはもう基礎力は十分ついてるよって方が多いんです。でそういうい方だったら わわざわざもう一回自分の今まで勉強してきたことこれの講義っていうふうなものは正直言って講義を受ける必要ないかなそれだったらもうどんどん問題演習を中心に回していっていただきたいとでしっかりこの問題を解けるようにしていただきたいこれが専門試験の勉強方法かなと思います。 ここからが、えー、この公務員試験特に理系で受けていくときに勉強方法というか、まあ、コツになるのかなと思うんですけれどもどうやっったら理系公務員に受かかていきますかと、はい、これはですね、えー、理系公務員の専門科目の出題傾向についてちょっと言えることなんですけれどもこれ過去問の焼き,な焼き直しって言っちゃうといけないのかなと思うんですけども結構あの過去問と似たような問題が 非常によく出るんですね。というのはあの私自分自身があの科学系の出身なんでそれ以外の専門科目についてはあまりはっきりは言えないんですけどもでもあのどの学問でも同じだと思うんですが結局理系の場合ってその何とか学っていうふうにおいて何とかの性質とか何とかの式とかこういうふうなものが大体あるわけですよね。 だって式とか公式がある以上それをどうやってひねったとしてもその式使わなかったら問題解けないじゃないですかですから問題のもちろん難しくしようはあるんですけれどもそのの番根幹ととなる部分をずらすす。いことが理系の場合って非常ににやりにくいんですだからこそ理系の公務員をしっかり受かっていきたいっていうような場合は過去問中心の勉強をやっていただきたいんですよ。 過去問中心の勉強をやっていただくと大体いいこの1科目あたりですね、えー、出る論点としては1 2 3個ぐらいですかね多いもんでも20個ないかなっていうふうなぐらいです。でその中から1科目あたり毎回45問ぐらいずつ出題されていくんですね。 はい、ですからこの過去問今まで出たものをしっかり練習するこれが理系公務員になるための勉強のコツですですけれども本屋さん行っていただいてもなかなか理系公務員の本ってないんですよねで。理系公務員の場合ってそもそも受験者数が文系の公務員に比べてそこまで多くないんですよ。 だからあまりその本をしっかり作ってるよっていうふうな会社さんも、まあ、具体的な会社名をちょっと出すのは差し控えますけれどもそんなにないんですね。だからまず問題が手に入りにくいっていうふうなことがあるんですよ。はいですけれどもこの弊社の場合はっていうと今までもうこちら二十数年ですね理系公務員の講座作ってですね販売させていただいております。だから今までの過去問のストックというふうなものが十分にあるんですね。 でその出題傾向に沿ってこちらのなんんとか色パーフェクト演習講座という,ふうなものを作っているんですですからこちらの演習講座のところをしっかり回していただければわざわざ自分で過去問を取り寄せたりとかそんなことする必要ないんですねだからここに出ている問題が解けるようになれば本試験でも大体のものは解けるようになりますよと。 あとはまあこちらのところに、おまけとして、こちらですね、特典として、過去8年間の国家一般職で出題された問題ですね、こちらを集めたものの問題集をお付けしています。なかなかこれもあの普通に手に入れようとするとですね、非常に大変なものなんですね。こういったものもついてますよと。 あとですね、レッグが非常に自信を持ってこれ皆さんにお勧めできるポイントがあるんですね。それが見ていただきたいのがこの演習講座の回数なんですよ。で、演習講座の回数が非常に弊社充実してるんですね。まずこの光学の基礎っていうふうなところでは数学が5回、物理が7回と。 あとは何とか食パーフェクト演習ってところではもちろん職種によって若干違いはあるんですけれども全部足していただくと大体10真ん中から後半ぐらい14、15回ぐらいありますよっていうような職種が多いですここの演習が非常に充実しているこれっていうのは弊社が長年この講座を作らせていただいているからですここに非常に自信を持ってます ですレックの講座を使っていただくことによって非常に短期間で効率よく今までの出題傾向に合わせた勉強をできますよこういったものがこの速習講座のメリットなわけですね、はい。あともう一点この講座内容の説明なんですけども、えー、論文対策っていうところをちょっと見ていただきたいんですが。 この論文対策のところでまたあの国家一般職を受けるのか受けないのかっていうふうなところによってちょっと変わってくるんですけども国家一般職受ける時はっていうと要はあの国家一般職の論文の内容っていうのが普通の論文とちょっと違って今まで自分がこの勉強してきたまあ科学なら科学 土土木なら土木、ならいろんなことを勉強してくださってると思うんですがその勉強してきた内容をについての専門技術が一部出題されるんですね。はい、一方ですね、えー、地方公務員の場合要はの県庁とか市とかもちろんあと東京都と特別区もそうなんですけれどもそちらに関しては普通の文系の方と一緒の論文っていうふうなものが出題されるわけです。でもも、ちちろんどっちも 対応していいますよとはい、ですからこれがまず講座の内容およびこのまず一次試験のところで学科をどうやって通過していくかっていうところですねだからしっかりこの過去問ですねこの過去問に合ったパーフェクト演習これをしっかり回してください何度も言いますけどもこれが一番合格に直結する方法です。 で、次で次すね。8ページ9ページのところ行っていただけますか。<laughs> 8ペペーージ、9ページのところは面接対策について書いてあるんですがあの理系公務員の場合ってじゃあ点数取れれば合格できるんでしょう面接いらないじゃんというふうに思う方いらっしゃるかもしれないんですけどもそうでもないんですよ。 確かに一次試験のところではこれはもう点数しか見られないんでどれだけ点数取れてますかっていうのが合否分ける結果になるんですけども二次試験のところでは面接があります。でその時に面接これはあのぜひ自分が受けるところをまず調べてください。これは一部の県庁というのは。 一次試験のところでは専門試験と教養試験これ卓一で5者卓一式でやられるんですけどもこの5者卓一でやったもので一次試験の合否は判定しますよと。ですが、二次試験、面接のところはいうふうに言うと二次試験の面接のところは一次試験の点数は全く見ないですよともう一次試験で満点取ったとしてもそれはリセットしちゃいますよ。 二次試験で見ていくのは面接あとは一時で書いてもらった論文の結果こういうふうな自治体が最近結構多いんですね。ですから面接対策っていうのがこれは侮れないというかしっかかりやららなないいと受からないですでよくいらっしゃるのが一時は通過したんだけれども面接のところで落ちてしまったとこういう方が大勢いらっしゃいます。 でですのでレックの場合は1次試験せっかく通過したんだったら2次試験のところも最終合格まで突っ走りましょうとこういうふうな講座の作りになってるんですね。だから弊社はもう一点非常にに面接対策に力を入れてますでまず面接対策の一番最初のところはっていうとこちらちょっと1個前のページ開けていただきたいんですけども。 えー、6ページ7ページのところですね。まずは、えー、面接の一番最初の段階にあたって、えー、エントリーシートっていうのを出願の時に書かされたりするんですね。国家の場合とかだと、あの人事院面接ってところ行ったりした時に書かされるんですけども。市役所なんか出願していくときには、一番最初にこのエントリーシートっていう風うなものを出願表と一緒に出させられます。 でこのエントリーシートの中には何を書かされますかっていうとまずは志望動機ですねどうしてここを受けたんですかとであとは、えー、やってみたい仕事なんですかとでそれ以外には比較的よくあるのがこの公務員っていうのもチームで動いていくものですので周囲の方と協力して何か成し遂げたことこういったもののエピソードがあれば教えてください。 あとは今まで非常に辛かったこととなんですかとまたそれをどう,いうふうに克服しましたかとでこんなことを書かされたりします。でその時にやっぱりこのエントリーシートを一人で書いていくっていうのはなかなかつらいんですよ、はい。ですので弊社の場合だと「えー、担任制度」っていうふうなものが非常に充実してるんですね。はい、で、えー、どこに担任がいますかっていうと。 見ていいたただきのののが6ページのとここですでこちらの今皆さんがどこでご覧いただいているかっていうのがちょっとわからないんでなかなかあの近くにレッグがないよっていうふうな方だったらちょっと、ね、直接担任制度をなかなかご利用いただくっていうのが確かにできにくい場合があります。ですけれどもこの全国のですね主要な都市ありますよね。まあ、札幌とか仙台とかあとは首都圏ですね。 あとは中部でも、えー、と富山とかこちら静岡名古屋とかですねあとはもちろん関西圏にもありますであと九州福岡と沖縄です、ね、こういったところにありますよとですからもし通える範囲の方でしたらぜひこのまず担任制度っていうのを使っていただいてエントリーシートの添削とかそもそもエントリーシートを一緒に作っていくこういうのを担任と一緒にやっていただきたいんですね。 で弊社の場合だと通学の方であっても通信の方であってもどちらでも全く分け隔てなく全国の担任が使えるんですだから今これ見ていただいている方の中で例えば今は東京に住んでいるんだけれどももともと出身が例えばどこでもいいんですけどもじゃあパッと目に入ったのが長野なんで、えー、例えばじゃあ実家が長野だと。 ですから帰って就職したいと、はい、こういったときにです、ね、もちろん、えー、こちらですね首都圏の方の担任を使っていただいて準備ができますよとあとはですねもう一点今あの、勉強しているのは東京だけれども例えば福岡、ですねこちらが実家だとそういうふうな場合であればお正月とか実家に帰省するときありますよね長期休暇のとき。 そういったときに予約を取っていただければ、東京の方の在籍になっていたとしても福岡のところでも担任相談使えますよと。だから全国の担任が使えるっていうのが弊社のメリットなんですね。そしてあの通信であっても通学であっても全く分け隔てなく担任の方使えますよと。はい、そしてもう一個。 これはちょっとごめんなさいとしか言えないんですけども、えー、首都圏在住の方ですねだからまあ関東圏とあとまあ山梨とかであればいらっしゃれるかなと思うんですけどもこういった方であれば理系専属担任っていうふうな制度をご用意しています。でこちらはですね、えー、まず1人目が私ですねでもう1人がこちらの青木講師。 この2人体制で運用させていただいております。でこちらはですね、えー、書いてあるように池袋の新宿、水道橋渋谷、この4つのですね、弊社の都内の大きな校舎があるんですけども、そちらのところを巡回するっていうふうな形で運用させていただいています。だからもし可能であればあのいらっしゃっていただければですね、私とかあと青木講師などにも。 例えきますよと、はい、でまずこの担任講師制度っていうのが非常に充実していますよというのが1点目でまずこの担任とのやり取りしていただく中でえ面接のために話せそうな内容とかですねこういったものをもう一回見つけていきましょうとあとは可能であれば簡単なこの面接練習とかそういったものも担任がいたしますよと。 あとはですね、えー、論文なんか書いてきていただいた場合でも担任がもちろん添削しますよとだから担任講師というのは皆さんが受験していくにあたって、えー、お世話をさせていただく講師なんですねこの制度が非常に充実していますでもう一点が最初開けていただいた八ページ九ページのとこですね はいえー、こちらがリアル面接シミュレーションというふうに言っておりまして普通はですねあの模擬面接なんていうふうに呼ばれるものですでこの模擬面接が弊社の場合は2段階になってるんですよ8ページの方にある分析編あと9ページの方にある実践編とこの2段階になってるんですねじゃあまず分析編の方からご説明させていただきます このリアル面接の分析編って何ですかっていうとこちらは自己分析っていうのを出願にあたってやっていただく必要があるんですけどもそれを専門的に行うのがリアル面接シシミュレーションの分析編ですで。自己分析っていうのはこれはあの今学生の方でしたら例えば「ゼミ何やってましたか?」と「研究室どんな研究テーマやってるんですか?」と「卒論の内容は?」と「バイト何かしてますか?」と。 こんなことをこの担当の講師と一緒に話していただけながら、えー、面接の中でアピールできそうな点をもう一回掘り起こしていく。と。で、今現在社会人の方でしたら、大学3年か4年で就職活動にあたって一回自己分析やっていただきましたよね。それにプラスして、もう一回今度自分が今数年社会人を経験してそれをプラスしてどうなのかっていうのを自己分析編の中でやっていただきます。 でこちらもですね講師見ていただきたいんですけれども、えー、2名のですね女性講師が乗っているんですが、えー、プロフィールのところを見ていただきたいんですけれどもこれは、あのー、キャリアコンサルタントという,ふうな資格をお持ちの,の講師なんですよ。はい、でですね、えー、高校生の就職活動とかあとは、えー、ハローワークとかでですね えー、再就職をしようとしている考え方たちそういうふうな方たちのお手伝いなんかもしているのがこの講師なんですね。ですから非常にこの自己分析のプロこういった方たちとリアル面接やっていただけますよと。はい、そしてもう一点リアル面接の本編の方なんですがこちら見てください9ページの方ですね。でこのまず8ページの方の分析編がある程度 進んできたなとそしたら今度この実践編の方で本当の模擬面接これをやっていいたただきたいんですよでこちらに担当講師載っているんですけどもあの私みたいな若造と違ってですね非常にこのキャリアの長いこの経歴のです、ね、長い方たちが載っているんですけどもこの方たちどういうふうな方たちですかっていうと全員じゃないんですけども多くの方が元公務員 そして採用担当なんかに携わっていたもちろんあの公務員の採用に携わっていた方もいらっしゃいますし、あとは民間で採用活動をしていたよっていうふな方もいらっしゃいます。こういった方たちとの模擬面接をやっていただくことによって、より本当の意味での面接ですね、現場の面接っていうふなものを体験していただくことができる。と。 だから結構あのリアル面接シミュレーションの担当の講師の方って結構あの、言うことが厳しいとおっしゃる方もいるんですけども実際の面接なんかで,です、ねえー、聞いていても非常に突っ込まれるとですね結構あのうのね、とことん突っ込んでくる面接官とかがいたりするんですね。だからそういう方に当たってしまった場合でもちゃんと自分のどうしてここの自治体に行きたいのか。 でショーに行く方であればどうしてここのショーなのかとそういったことをしっかり説明できるようにこのリアル面接の実践編というのを使っていただきたいんですね。でこちらの流れを説明いたしますとまず一番最初にこちらの担当講師と一緒に模擬面接やっていただきます。こちららが大体20分ぐいいですすねでそそののの様子をを動画収録いたしますでその収録録たたししまものを この担当の講師と一緒に30分ぐらいかけてですねところどころで止めながらここの点良かったとかこの点もっとこんなふうにしなきゃダメだよっていうふうなことを言ってくださるんですね。でこれで一連の流れでだいたい50分ぐらいで1回のリアル面接の実践編っていうふうなものが終了します。でこれを何回かやっていただくことによって面接力っていうのがついていきますよと。 で,ですね、この弊社の場合はっていうとこの面接対策なんですけどもこれも今この動画を見ていただいてじゃあレックにしようかなっていうふうに思った方でしたら時期的ににもももうう今すす。ぐにででこのの面接対策っていううなものができますただごめんなさいこちら、えー、一部の校舎では実施していない。 ところがありますのでその辺については今あのいらっしゃっていただいている校舎の事務のものにですねここの校舎ではリアル面接やってるんですかっていうのを聞いてみてください。はい、でこのリアル面接なんですけどもこちら、まあ、先ほどもお話ししたようにこれはあの今すぐにできますよと。 多くの校舎ではもうあのこれ見ていただいてる時期ならば運用が始まってるんでできると。ですね結構ちょっと言葉をなかなか選びながらしゃべっていかないとあの難しいものなんですけれどもこれあのまあいろんなですね予備校さんあるんですけども中にはですね えー、一次試験受かった後じゃないと面接できないですよとかですねこういうふうに言うところもあったりするんですよ。ですすね合格発表って皆さん一斉に行われるじゃないですかでその合格発表が行われてからじゃあ一次通ったから、えー、模擬面接やんなきゃいけないとそういうふうに言ってもバーッとみんな集まっちゃうんですよね。 そうするとなかなかこの模擬面接がもちろん制度としてはちゃんとあるんだけれどもできないよとかですねそんなふうなところもあったりするんですけどももちろんじゃあ弊社はレックは違うのっていうとレックも同じです。直直前前期期になると、で合格発表の後ななななんかはなかなかは、リアル面接、予約が取れないですですけれども今これ見ていただいている段階で。 レックに入ってて、いいただいて、えー、勉強の方と模擬面接これを同時並行でやっていけるっていうようなところはだから今あのー、これ多分配信されるのが11月ぐらいから配信されるんで皆さんが11月なのか12月なのか1月なのかちょっとわからないんですけどもできればせっかくレック入っていただいたんだったら。 この本試験よりも前に合格発表よりも前に数回このリアル面接っていうのをやっていただいてあ本当の面接ってこんなふうな感じでやるんだじゃあもっと自分がどんなふうな準備をしなきゃいけないのかっていうのが分かっているだけでもかなりほかの,の方と差をつけられるんじゃないかなとだからレックだったら早めに準備さえしていただければ模擬面接結構な回数できますよと。これが リアル面接っていう,ふうなものの売りなんですねはいですからここまでのところでもう一回まとめさせていただきますとまずこの理系公務員受かっていくためには何が必要ですかというふうなところではこの充実した過去問の演習これが絶対必要ですよ。これをしっっかりやってないと一次試験 通らないです。で一次試験通った後はっていうと公務員試験っていうのは結局普通の資格試験とは違うんですよ。就職試験ですので最後は人物なんですね。だから面接官の方はこういうふうな視点で皆さんを見ています。この子をちゃんと採用したときに組織の中の一員としてちゃんと働いてくれるかなと、一緒に仕事ができるかなと、そういった面で 見てるんですよですからちゃんと自分の考えていることとかそういったものを伝えられるようにしておかないとその面接官の方のお眼鏡にかなうような人材ですよというのがアピールできないんですねそのための面接練習あとエントリーシートの作成としてまずは担任相談というようなところを使ってくださいそしてその後にリアル面接っていうのを使っていただいて こちらで本場の面接ですねこれをやっていただきたいとはい、こういったところがこのレックの講座の作りになっていますはい、それ以外にですね、えー、皆さんのこのフォロー体制というところをもうちょっとお話しさせていただきたいので7ページのところにちょっと戻ってくださいはいよろしいでしょうか 次にですね、この合格者アドバイザーっていうふうなものが、えー、いるんですけどもこちらこの合格者アドバイザーっていうのは実際に、えー、レックでですね、えー、勉強してくださっていて今年試験に合格したよとこの2016年の試験に合格したよとで来年の2017年の3月末まで、えー、レックのこの本校の方でアルバイトっていうふうな形で皆さんのお手伝いをさせていただいているのが合格者アドバイザーっていうふうなものです。 でこの合格者アドバイザーが書くブログもあるんですね。だからこちらのページこの携帯かなんかでこの QR コードを読み込んでいただいて、えー、見ていただければなと思います。あとは実際にできればですねこれも本校にいらっしゃっていただいて直接話をしてみてください。で多分この私たち講師よりも実際に今年受けていた子たちなので非常に皆さんに近い立場で いいいろんんなななアドバイスができるんじゃないかなと思います。ですからこの実際にレックの講座を使って勉強してどうでしたかとかあとはこの勉強した時につらかった点は何ですかとか面接って本当にそんなに大変なんですかとかですねそういうのをこのアドバイザーが近くにいる校舎の方,方でしたら是非一回相談していただけるといいかなと思います。 あとはですね、えー、教えてチューター制度という,ふうなものがあるんですけども今回、この準備させていただいている「速習講座」という,ふうなものはちょっとあっち行ったりこっち行ったり申し訳ないんですけども5ページのところを見ていただきますとこれ通信しかないんですよ。 でウェブと d v d って何が違うのっての後でご説明させていただきます。で通信しかないので、基本的には。この講義動画を見ていただいて、自分で勉強していただくっていうふうな形になります。ですので、勉強していて分かんなかったときに、どうしたらいいんだろうっていうのがありますよね。で、この勉強していて分かんなかった点に関しては。教養科目であれば。各校舎の、えー、担任の先生に。 もちろん質問していただくことができますですけれどもこの専門科目のところでわからない例えば土木の中で土木を履修しているんだけれども推理学のこのところがわからないっていうふうに言われた時にこれもごめんなさいねあの私のところを持ってきていただいても私はの科学なんで土木の方の科目とかですね、まあ、推理学だったら 結構流体系の話なんでできなくはないんですけどもなかなか自信持ってできますよとは私も言えないんですねそういう時にですね7ページのところ戻っていただくと教えてチュータータいう,うな制度がありますでこちらはどんなものですかっていうともしあのレックとご契約いただきますとマイページっていうのを作っていただくんですがそこから分かんない問題についての質問ができるっていうような体制が整ってるんです。こちちらもも、ろん専門科目についても 質問できますただ専門科目の場合はちょっとあのお時間いただいちゃう場合もあるんですけども専門科目についてもお質問ができますよと、はい、これがですねもちろん、えー、教養科目についてもこちらからご質問することができます。 ですから、えー、全国でどこであってもお一人にならずに最後まで勉強することができますよっていうのがこのあとはですね、えー、最後のところ7ページの4番のところを見ていただきたいんですがこの採用説明会っていうふうなものがありますよね。この採用説明会でもちろん例えば「なんとか県」っていうふうなものだったらそこの県のところでの説明会もあるんですけれども。 このレックの本校の方ではこの採用説明会の一環として、えー、現職の公務員の方に来ていただいて、まあ、いろんな省とかですねこのあの首都圏の方だと例えば東京都とか特別区とかあとはいろんな県です、ね、周辺の県なんかの採用担当者に来ていただいて今あのどんなふうなことが問題になっているのかとかどういった人材が欲しいのかとかこういったことを実際にお話ししていただいております。 でですのレックにいながらこの採用説明会を受けることができますよともちろん職員の方に直接質問することもできますのでモチベーションの維持ななんかかにもつながるかなと思います、はい、あとはですねごめんなさいちょっと戻るんですけどもこの合格者アドバイザーに相談するだけではなくてこの合格者アドバイザーがイベントを行うんですね。 そのイベントなんかにも参加していただければ、まあ、より公務員試験の内容というのが分かっていただけるかなと思います、はい、じゃあ5ページのところをちょっともう一回戻っていただいて最後にですねこの受講の形態についてなんですけれどもこの通信のところでウェブと DVD D っていうふうなものの違いがあるんですけどもこれどう違うんですかっていうとウェブっていうのはこれ皆さんがあのパソコンですね 持ちのパソコンなんかを使っていただいて、えー、そちらでインターネット回線を使っていただいて講義動画を見ていただきますよというのがウェブです。でこちらの DVD はっていうと DVD の方はっていうとこちらはご自宅の方にですね講義動画を焼き付けたこの DVD ありますね。これを発送させていただくっていうふうな形です。だからどっちにしようかなっていうのを迷っていらっしゃる方でしたら。 一つこんななふうなご提案があります。例えば今大学3年生で試験来年4年の時に受けますよとでも同時に理系の方だと院行く方多いじゃないですかだから院試も考えているとで院受かったらちょっとどうしようかなとでこの国家一般職とかあと総合職の場合ですと 試験受かってから、スコアが三年間使うことができるんですね。だから、例えば四年生の時に受かったもので。ええー、修士の二年まで、官庁訪問っていうのをすることができるんですよ。ですけれども、おすすめとしては、あの大学四年の時よりも修士一年。修士一年の時よりも、二年の方が、より勉強進んできますので。受け直していった方がいいと思うんですね。その時に、このウェブっていうふうな形にしておくと。 もうう講義動画が見られなくなくっちゃうんですよですのでもし飲酒とかまで考えてるよというような方でしたら DVD の方にしておいた方が講義動画が手元に残るっていうようなことで勉強しやすいのかなと思います。一方もう何が何でも来年受かりたいんだともう来年受かってこんな公務員試験は1年で終わりにしたい。 っていう風な方だったら、ウェブの方がいいんじゃないかなと思います。こちらの方がお安いですし、がさばらないんです。もし dvd の方で1枚ディスクなくしてしまうと、その部分だけ見られなくなっちゃったりするんですね。はい、その代わりこのウェブの方はって言うと、原則としては来年の10月末日来年のって言うとごめんなさい。語弊がありますね。2017年の10月末日までしか講義動画が見られないです。よっていう風になってます。 ですからこのご自身のプランに合わせてウェブと DVD 選択していただけたらなと思います。で最後にですねこのコースのご案内というふうなところでこの本コースすなわち速習コースっていうのは演習のところに重きを置いてるんですね。で演習のところに重きを置いているんでこちらのインプット講座 要は例えば、えー、土木の方だったら三力ありますよね構造とか土質とかあと水理学とかそこの部分のインプット要は講義の部分に関しては要は何でしょうね、えー、もう一回知識を入れていきましょうっていう風な部分のインプットの部分に関してはこちらは教材発想のみとなります。だからここの部分については講義動画はご覧になれません教材のみのみです。 一方こちらのパーフェクト演習講座こっちの演習講座の方の講義動画はもちろんちゃんと見られます。こちらは安心してください。だからここの演習をメインでやっていきたいよで短い時間で早く完成させたいっていう方向けのものがこの即習講座いそしてですね、えー、最後にこちら。 これれはコースのの中に含まれていないなと該当する方はしない方がいらっしゃるんでちょっと何とも説明しにくいところなんですけどもあの東京都と特別区に関してはこの専門試験が全部論述式なんですよだから1番から5番の中からこうやってマークすれば終わりっていうふうなものじゃないんですねでこの東京都と特別区の技術系の専門科目については なかなかあの過去もですね、三年間あのインターネット上にアップロードはされているんですけれども、答えがないんですよ。1から答え全部作るのって大変じゃないですか。しかもどこがよく出ているのかっていうのもなかなかやりにくいですよね。それを全部代わりにレックがやってますよっていうふうな、これオプション講座です。でオプション講座があるんです。 これ東京都と特別区の記述用の過去問だけを集めましたっていうふうな講座がこちら全2回であるんですね。はい、で見ていただくと職種のところで、はい、土木電気建築機械科学ですねこの5個に関しては対応しておりますのでこちらのところを受けていこうかなというふうに思っている方は是非利用していただけるといいのかなと思います。 で、この速習コースとかコースを取ってくださるとこちら見ていただきたいんですけども、ウェブだったらまあ、一般価格で5000円と通信の方のこの dvd だったら6000と非常に安くなってるんですね。この一般価格、ちょっと見てください。非常に高いんですよ。だから、もしコースを取っていただいて、かつ東京とか特別区どっちか受けていきたいなっていう風な方は、このオプション講座のご検討もしていただけたらありがたいかなと思います。 はい、えー、それじゃあですね、えー、即習講座のこの魅力とかですね、この利用の仕方なんかを説明させていただきましたガイダンス、こちら以上で終了にしたいと思います。あとはぜひ、えー、この首都圏にお住まいの方でしたらあの私でも青木講師のところでも構いませんので直接ご相談に来ていただけるとありがたいかなと思います。ははい、それでは、えー、本日の、 ガイダンスは以上とさせていただきます。皆さんお疲れ様でした。ぜひ頑張ってレッグで合格掴んでください。